バーントモークと最近小説出しました田内です。四郎四流の藤井四段です。最近十郎になりました九郎の濱井です。キューはい、まあ、ということで、はい、今回のゲストの方がもう超ビッグゲストと、はい、いうことで、では自己紹介の方よろしくお願いいたします。宮台真司と申します。こちらでいいんだね。はい、昨年の11月29日に、襲撃をされて九死に一生を得たというかですね、それでテレビとかのトップニュースに1週間以上ずっとなったせいで、どこを歩いても顔バレして非常に迷惑をしていますよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ということで、今回その田内さんがもうこの方は本当の天才だということで、はい、ご紹介いただいたんですけど、人生で僕がリアルになった中で3人本当もう次元が違うなと思った人がいると。で、1人が総島さんで、1人は前回の離散軍団と対決した時に話に出てきた長尾健太郎っていう数学者、うん、で3人目が宮台真司さんで、リアクションに困りますね多分今の若い方あんまりね、襲撃されたってことしか知らないと思うんですけど、なんか分かりやすく言うと M1 グランプリじゃなくて論破1グランプリみたいなのやったとするじゃないですか、はい、誰呼びます？あ、今の時代だったらひろゆきさん、ひろゆきとか、うん、成田悠輔とか堀江門とか呼ぶじゃないですか、はい、困ったのは審査員誰にするかですよ、はいはいはい、これ絶対この3人とかが食ってかかるわけじゃないですか。その時にじゃ誰審査員するかというと、まあ、間違いなく宮台真司さん。で、もうこのね、今この3人って基本的に誰でもこう批判する人なんですけど、この3人が宮台さんに食ってかかることほぼなくて、もうみんなこう一目置いてるわけですよ、はい、宮台さんいるんだからもうしょうがないなと、そんなイメージでいてもらえるといいと思います、はい、そうですね、15年ぐらいから朝まで生テレビにね、はい、毎月出てたんです、はい、で今日宮台さんは年上の人ばっかりですよ、ね、そうですね、僕は当時まだ30代半ばになったぐらいですよね。でも僕が出てからは右と左の対立じゃなくて宮台対全員になる右と左で一丸となって僕をなんとか倒せないかみたいになる、全ての回がそうなってましたね。だからそのうち話題にしてたのは、まあ、オウム真理教のようなもの、まあ、新興宗教、カルト宗教、あるいは援助国債、まあ、あと売買所のテレコラ、今だったら東横界隈に近い話だけど、大人たちがマスコミで語られたイメージでしかね、捉えられないものについて、僕はフィールドワーカーでもあるから、まあ、一応数理社会学者でもあるし、僕がやっぱ得意なのはやっぱフィールドワーク、それも定番のね、社会学のフィールドワークってあって、農村調査とかさ、町内会調査みたいなやつね、だけど都市の調査、今だったら東横界隈の調査とか、今は佐々木千代は千葉がやっていますけど、はい、僕はの自分の後継者が出てくると思ったら、だから佐々木千代まで全く誰一人後継者が出てこなかったんですよ。理由は何か、ビビリアビールんだよね、意味もなく何も知らないでビビるっていうことでしょうね。はあ、宮台さんすごいと思ったのが、去年、ね、うん、襲撃された時、あれすっごい傷だったじゃないですか、うん、30箇所以上、ちなみにね、ここが15センチの幅で切られて深さ4センチで、耳下線っていうね、まあ、大事な神経線が1ミリで到達するところで、そうするともう顔面神経がずっと麻痺しちゃう、でここが斜め上に刺されたんだけど、これが深さが10センチ以上、それだけね、すごい状況で、ちょっとそこから2週間ぐらいに忘年会だったんですよ。さすがにそれだけのことが起きてるし、普通に1ヶ月ぐらい入院って言われてたから絶対来れるはずじゃないですか。でも、まず1週間で無理やり退院したんですよね。そうです退院したとはいえ自宅で静養しなきゃいけないから、うんうん、来ないと思ってたんですけど、忘年会に来て隣にいて、あ、えと思って、え、大丈夫なんすかって言ったら、いや、言論人はね、ビビってちゃいけないんだよって。おお、普通ビビりますよ、そう1ヶ月前襲撃されてるんですから。そうビビリ屋さんが多いっていうのがね、だから昔の日本人になかった特性なんですよね、うん、で言論人も基本ポジション取りのためにトークをする、うんうん、だから何を言うかもう大体全て分かっているっていう予定調和の世界でしょ。で予定調和でないもの、人を驚かしちゃう部分っていうのはもう絶対テレビには出てこなかったりするでしょ、うんうんうん、でそれはくだらないって言っている以上ですね、その通りくだらないことは絶対やらんと、だからそれだけなんですけどね。そう、このチャンネルはその天才宮台さんを徹底解剖するっていう、まあ回なんですけども、はい、その人生を起きしていくっていう、まあ、感じの動画なんですけど、うん、幼少期とかはどんな感じのお子さんですか？幼少期はね、虚弱で、うん、アレルギーが例えば気管支喘息とかだった、ああ、はい、
あと早生まれだったってこともあるのかもしれないけど、小学校 3,4 年生ぐらいまではとろいやつだったと思います。あと天候が多かったんで、全体では小学校が6つ行ってるんですよね。その中学が麻布ですよね、うん、中学ね、うん、結構いろんなとこ転校しながらじゃあ受験勉強もされてたて受験勉強は全然してなくて、小学校4とね、2、3、4、5、6と京都なんですよ、はい、で、6年生の9月に突然転勤になって東京都三鷹市に越したら、通信簿を見た新任の女の先生がこれは受験しなければいけませんとかって張り切り始めて、僕は何も分かんなかったんだけど、四谷大塚に行かされあと当時ね、日農家みたいな日本進学教室だったんですけど、そこにもう行かされて、わけの分かんないうちに麻布なんですよ。で、麻布って紛争校なのでね、本当は選ばないはずなんだよね。紛争って学生運動って感じですか？学生運動ですね。だから僕が中学3年までずっと続いて、あんまり授業がなかった。でもそれは母が死ぬ時になんで麻布に入れたんだって聞いたら、お前にはカオスが必要ってかっこいいちなみに宮台さんはその紛争とかには興味があった感じですか？ありましたね、相当ね。ご自身も参加をされた感じですか？そうだね。麻布ってのはちょっと変わった学校なんだよね。で、スクールカーストが健全としてあって、遊びができないやつはカーストが下になっちゃうんですよ。勉強と遊びの両方できるやつが一番上、次は遊びだけのやつ、その下が勉強だけのやつで、両方できないやつが一番下という明確な構造があったんでね。その紛争の時はね、勉強と学園闘争両方やってるやつが偉い。それは宮台さんの場合は何か日本を変えたいみたいな意思があったってことですか？そこが微妙であったんだよ、もちろん、はい、ただ後から振り返ると人間の意識ってね、面白いよね。自由意思がある、自由に選択をしているつもりで、実際にはいろんなパラメーターの結果、ロボットのようにボットのようにそれを選んだつもりでいるっていうことがあるじゃない、特にポップカルチャーヒストリー、サブカルチャー史とかを勉強すると分かるんだけど、みんな自由なのに必ずものすごく時代を刻印された、刻まれた表現をしちゃいますよね。自由だと思いながら操られるってことですよね。宮台さんご自身もそういう時代の空気に影響を大きく受けて学園が僕だけじゃなくてみんなそうだよね。それはね、紛争とかって具体的になんかどんなことされてたんですか？ちょっとね、その前からちょっと言うと、小学校時代に4年生までは割と弱者だったんですよ。で、転校生っていうのはね、女の子がこの子が守らなきゃいけないっていうモードになっていると男の子にもいじめられないんですよ、女の子に嫌われると転校生はアウト。あと関西はご存知のように被差別部落があるよね。で、部落差別があるし、もともと組員の方々はさ、被差別部落とか在日の方が多いってことがあって、そうするとそういう組の、だからヤクザの子供たちも僕を非常によく守ってくれたっていうか、弟を含めてね、いつも守ってもらえたなっていうことで、やっぱりそういうのと恩義を感じてるっていうのがあるから、組の人たちに恩義を返そうっていうのがあって、92年の暴力団対策法ですね、この時に反対運動に積極的に関わったりで、考えてみると僕はどちらかというと差別される人たちに保護されてきたっていうか、差別される人たちだから僕を守ったんだなっていうふうにだんだん分かってきた。実は私もその浪人をしたっていう理由が、昔いじめを受けてたとか、親族にバカにされたとか、そういう差別を受ける感じを、自分の中ですごく感じていて、勉強だけでもいいからできるようになりたいと思って、年収200万円の家庭で、偏差値40の商業高校から9年勉強して早稲田入ったんですけど、ネットで初めてインタビュー受けた時に、こいつは宮台真司という勉強タゴ作じゃないかって批判をされて、それで宮台さんを知ったんですけど、勉強タゴ作っていうことは、その勉強をするしかできなくて、成績が、その勉強できる人よりも同じくらいか低いけど、社会性があってその人を妬んで引っ張るっていう認識なんですけど、僕の解釈では勉強サブサクでは自分がないと思っているんですけど、その件に関してはどう思われますか？まず確認ね、日本の歴史をたどるとさ、教養主義っていう言葉が大正時代に生まれるんだよな、で、要するに立身出世主義と教養主義は同じで、教養って本当は自己形成っていうドイツ語なんだけど、日本ではそれが立身出世のための勉強、あるいは勉強によって立身出世して帝国大学に入って帝国官僚になる、で、それを教養主義って言ってたんだよね、変な用法だけど、でもよくわかるじゃない。結局欧米列強に対する劣等感がある、田舎の都市に対する劣等感がある、
それを埋め合わせるために自分の家族は八幡村みたいな飲酒にとらわれているのか結構そういうところはありました、ね、そう。でも自分はそういう引力を振り切って上昇して近代人になる、はい、近代人になる、都会人になるイコール上昇。あ、はい、もうそれをひたすら信じてました。でも麻布もともとはそれに対抗する伝統なんですよ。もともと東洋英和の文献から始まって、で芸能の指定と外交官の指定が多かった。そうすると僕は上じゃなくて斜めっていうのを、勉強だけじゃダメ、遊びもなんとかもみたいに、紛争もみたいになるのは大正時代に始まった流れなんですよ。じゃあこれは非常に屈折したものだけど、僕を理解するために役立つかもしれないから言うと、大正時代にはね、変態性欲雑誌っていっぱい出てくるんです。もちろん北のクラブとか SM ファンとか、うんうん、SM セレクトとか、そういう雑誌につながるような伝統なんですね。でそれ会員制変態雑誌クラブなんです。でその会員はほぼ全てが医者、弁護士、大学教授なんですよ。要はね、上昇志向だけに凝り固まってるやつは寒しく浅ましくみっともないっていう感覚がある。だから俺は上昇じゃなくて斜めに行くと。上昇力においては負けてないけど、上昇するやつってこいつらってなんか楽しみあんのみたいな、っていうところからもちょっと戻りますけど、勉強玉さんくんでまず領権が狭くて、例えばさ、霞が関とか本当すごいんですよ多芸多彩のやつって、はい、次々に嫉妬されパーティーされていくんですよ。とにかくものすごい嫉妬かい、はい、いやそれは芸がないからだよね、上昇しかさ、はい、だからその意味で見ていてかわいそうな感じがするから勉強をタコさんって知ってるわけね、はい、だから埋め合わせのために上昇しかできないっていうのは、正確に言うとそれがというか上昇しかないということに疑いがないのが人間としていびつだっていう感じがするよね。でも今はそうじゃないんでしょ別にさ。はい、趣味じゃん。趣味と、まあ休労も何もかもさ、ね、もうその休労してる時点で完全に斜めじゃん。はい、確かに斜め下かもしれない。斜め下かもしれない。休労ハマりの人権を奪う会みたいな、会長みたいなアカウントができていたりするんですあ、結構毎回ツイッターのリプライですね、毎回律儀にコメントしてくださるんですよね、こんなやつは陰身に落ちろ、お前の不幸を応援するとかね、はい。まあいいや、ネットで語られてることって内容に意味がないっていうのが分かってるよね。はい、一つ例挙げるね。日本のさ、男ってバカが多いからさ、定年退職すると途端に寝取りようになるやつが多いわけ。あで学生たちからものすごいたくさん相談を受けたんですよ、山根って来てるのね、でまあ理由は分かるよね。なんで孤独死の9割が男なのかって問題と同じ、はい、まあだから昔は濡れ落ち葉族とかも言われたけど、定年退職すると会社しか居場所がなかった連中が、まあ、奥さんに張り付いて濡れ落ち葉、奥さんはうざくてたまらないで離婚するっていうね、そういう能なしのクソ親父のことを言うわけです、女たちはさ、差別されるので組織集団でポジションを取るだけで安心とは思えないから、プライベートコミュニケーションを男よりもずっと大事にするんだよね。で男はさ、まあ、よく言う日本のジャーナリストって事実上ほとんどいなくて名刺で仕事してるだけ、能なしなので、会社のポジションがなくなるとプライベートコミュニケーションないだけじゃなくて実際に仕事もできないみたいなことあるでしょう、でそういうお父さん、会社を辞めました、お友達はいますか、いません、愛人はいますか、いません、なんか趣味ありますか、ありませんと、インターネットを見る。でお父さんの頭に引っかかってくる言葉っていうのはテレビニュースに出てくるような韓国とか中国とかなんとか、でそれを見るとこれが面白いぐらいにネトウヨ系の動画がいっぱいある。あっという間に洗脳されて、食卓での会話が最近おかしいなと思った奥さんや子供がこっそりお父さんの部屋の書斎を見てみると百田直樹だらけみたいなことが説明する。リアルすぎる。で最初はね、ネットフリックスのような、まあ、いろんなドラマや映画見ればいいんじゃないのって言ってたんだけど、決定的なやり方が分かった。それは TikTok なんですよ。ああ TikTok 見せたら治るんじゃないか、治るんだよ TikTok。 1日1、2時間、1週間で寝頭湯が治るんだ。へえ。それもちょっと学生にお父さんなんで寝頭湯やめたのって言って、世の中楽しそうなやつがいっぱいいるってことが分かったからだよみたいな。だから治療されたんですよね。なんか寒しく浅ましくですね、日本は飛ばされてるんだ、だから俺はこんな辛いんだじゃなくて、そもそもそう思う前提が毎日がつまらないからなんだなって。
こんなに面白そうに生きてる人がいるのかって思ったら、ポロッと目から鱗が落ちる。だからわかるでしょ、はい、ネトウヨとかクソフェミとかさ、まあ、エセ科学オタとかっていうのは、うん、実は言ってることの内容にポイントがあるんじゃなくて、あれは神経症的な埋め合わせ、うん、なので楽しくなればやらなくなっちゃう、言わなくなっちゃうだけのことだよね。で、逆に言うと楽しくない人、つまらない人、こう力が湧かない人、で力が湧かない人っていうのは実は精神医学、精神分析学的な定番の発想だけど、やっぱ被害妄想になるんだよね。まあ、正確に言うと自分が毎日つまらないのは誰かに阻害されているというか軽んじられているからだと。で、孤独な人はね、自分は孤独なのではなくて周りが敵ばかりだから自己防衛、まあ、セルフディフェンスしているんだっていうふうに構えるんですよ、はい、だからまあ症状なんです本当にね、はい、だから内容について反応する必要はなくて、豚はブーって鳴くでしょあブーって言ってるなと思ったら確かに、ちょっと私もあの最近返信とかをしてしまうことがあるんで、うん、あの宮台さんの言葉を見られて、うん、あの今度から TikTok のアカウントを返信するようにします。あ、いいと思うよそれまあ、僕も結構その世論の遠慮してるから、親不孝だ親不孝だって言われてすごいアンチの方からコメントいただくこともあるんですけど、そういう方のツイッターアカウントとか見てどういうツイートしてるんだろうな普段と思って見ると、結構なんかその人自身が親にはこんな僕みたいな息子を産んで申し訳ない子育てをさせてしまったと思っているみたいな、結構そういうなんか病んだ感じのツイートがあって、病んでるね、こいつにその人にとってはこんなになんか辛い思いをしてるのに、なんでその藤井四段みたいなのは僕より頑張ってないはずなのに親のすねかじってこんなに楽しそうにしてるんだみたいな感じで思うんだろうなと思って、だからその被害妄想してしまうことに対して TikTok っていうそのなんか楽しそうにしてる人たちを見せるっていうことによってなんか効果があるっていうのは、ちょっとなんかそうなんだっていう感じです、うん、TikTok はさ、あの日本人じゃないアカウントの空飛んだりとかさ、ね、ダンスしたりとか武術やったりとか、僕はシャッフルダンスっていうのを見るの好きで、うん、大人のダンサーとなんか6歳ぐらいの可愛い少女が一緒にやったりしてるんだよ。そこめっちゃくちゃ上手くて、すっごい楽しそうにやってていいなとか、なんかこれ日本人だとね、マジになと思うよ。妬まれんだよ、なんだよこいつ、一生懸命アカウントがし、ね、その調べられてで暗部があぶり出されたりする可能性があるんで、だからまああの藤井四段は楽しそうにすれば必ずディスられます。楽しそうにしたらディスられるんですね。なるほど。ヨブタって言葉を使い始めたのっていつなんだろうな、まあ、ゼロ年代の最後の方に使い始めたと思うんだけど、 TBS ラジオでヨブタヨブタって言ったら、プロデューサーがね、なんかこう怖くありませんかとか言って、なんでだって右翼じゃないですか。え、右翼じゃないよ、だって書き込みとか見たのさ、なんかクズっぽい幸せそうな感じがしない、誰も感染させない、これは豚なの、うよ豚、ブーって鳴くわけですね。そうそう、ただブーって鳴いてるだけでは中身には意味がないぜって。まあでも最初は良かったんです。2002、2003、2004あたりはね、割と反自民の右側によってなんですね、うん、だからね、うん、でもその要するにね、自分に弱者意識がある、ダメ意識があるので、大いなるものが日本だったり安倍晋三だったりするんだけど、それに寄りすがって、それを腐ったやつをひたすら敵認定してディスり続けることで、不幸せでつまらない、誰にもモテない、尊敬されない人生をなんとか耐えて生きているっていうイメージだよね。めちゃめちゃ話戻っちゃうんですけど、その元々その自分がその弱者寄りだったっていう自分の認識から高校生の時にそういうなんか行動的になるきっかけとかあったりするんですか。一番大きなきっかけは学校の先生ですね。あの倫理社会の木上信弘先生っていうのがいて、要するに不和雷動的にお祭り騒ぎの論争に関わるのではなくて、やっぱ基礎的な本をしくあるべき順番で読むべきだということで、いい本を勧められるっていうのは、こういう生き方をしている人間がいるんだよってことを知るっていうことでもあるでしょう。だから本を読むっていうのはすごい大事なんです。宮田さん、この14歳のチャラッとか書かれてるのが、うん、本気に感染しろみたいな、うん、なんかすごい大事だ、うん、本気が大事で、うん、あとやっぱり本ってさ、書いてる人に感染することが起こるんで、ね、すごいこと書いてるな、うん、その人は何者なんだろうと思って、その人が書いたものを、まあ、全部読もうって思い始めるでしょ、うん、でもその時には感染が生じてるよ、ね、だからそれで14歳からの社会学では感染して卒業して、感染して卒業してってやるたびに、今までの僕が全く持ってなかった、うん、感じ方を、単なる思想とかではないですよ、物の見方や感じ方が自分のものになるんですよね、感染するとね。それを中2ぐらいからできたのはラッキーだったなと思います、うん、
で、紛争だったからさ、まあ、セクトの教員もいました。中核系も革命系、特に革命系が大きな力を持ってたけど、セクトって革命を、そうだね、今だったら極左暴力集団っていうんじゃない、うんうん、ノンセクトって言われるセクトに属さない人とセクトの人たちが場合によっては連携し、場合によっては対立しながら学園闘争をしてたんだよね。でもその時にノンセクトに感染するのかセクト側に感染するのかってちょっと大きな分岐だったりするけど、もともと僕は氷上先生ってのがいらっしゃったので、あのセクトに属し上層部が決めた機関決定に盲目的に異を唱えず従うみたいな営みはみっともないって思うようになっただよね。でそういうのもやっぱ影響だと思いますね。感染しても影響だと思いますね。結構暴力的な発言をしたりしてるんですか。そうだね。だから僕からでやった理由は、ノンセクトはやっぱりセクトに詰められるんで、セクトのやることにそれは違うっていうふうに言う場合は、こっちがセクトだったら向こうもですね少し良い周到に構えると思いますけど、やっぱノンセクトだと、まあ、ふざけたことやばっていう暴力沙汰が現に起こってたんで、すごい時代ですね本当に。その頃から宮台さんの口の方はというか論破するような感じの子だったんですか。うん、だからそのいろんなものを読ませてもらって、で例えば新左翼の思想ってどういうものかとか、戦前の右翼と戦後の右翼はどう違うとか、右翼と左翼の本当の定義はどういうものであるのかみたいなことは誰よりも勉強してたから、絶対に僕に必ずいなかったと思うけど、でもそこだけだったって気もします、ね、当然、うん、勉強したことについてだけだったと思う、うん、で僕がそのことを思い知らされたのが、まあ、大学に入って、はい、専門課程に上がるの3年でしょ東大って、はい、でその時に当時ってさ78年の僕大学入るんだけど、はい、日本中テニスブームになって、はい、テニスサークルがトマトとグリーンってのがあったけど、ね、公式ではすごいのったね。今と全然変わんないですネーミング戦争今フルーツの名前フルーツの名前裏の時代はありましたトマトとトマトとグリーンでやっぱさこうなんていうかさかっこいいじゃんねっていうか、うん、間違いなくならないでしょ、ね、大教室で一緒だったそのテニスサークルの子にまあなんかですね声をかけてすまんねえなこの講義とそう思わないってつまんないね外出ようよって親しくなったんですけどってからもうすぐセックスをする関係になったんだけど、その時にその子がね誰々先輩は今日元気なかったねとか誰々さんは今日なんかいいことあったみたいだねとか歩いててもお店のここ模様替えして素敵になったねとかさ、もういちいち目に触れるものについて変化を察知して僕に振るんですよね。そう思わない？全然わかんなくて、正直言うと僕全然何もかも君が言ってくるか分からないんで弟子入りしますって言ったの、どうすればそういう街の変化とか人の変化が分かるのか僕は全然分からなくなってた、本を読みすぎたのかなとかやたらに抽象度が高いところを考えて抽象度が低いところについて考えられなくなったんだなと思って、めちゃめちゃ悩みかっこよすぎますねかっこよすぎるかっこ悪いと思うもん、ね、そうなのその方お付き合いされてた方、昔からモテてはいらっしゃったんですか。うん、モテるって定義によるから、別にモテてもモテることに入るか問題。多分モテてるだろうなって思いますけど。なんか昔は弱者だとおっしゃってたんで、そういう性的には強者だったっていう。それ難しいな。ただ大学3年生4年生の時に数えたら1年に400回セックスしてたから、いやいや1日2回以上ですか。そうそうそう、強者どころじゃない強者じゃないですか。ちなみにその学園紛争中の麻布からどうやって東大に合格されたのかっていうその受験勉強とかできたんですか。僕は革命家になろうと思ってたんですよマジで。新左翼にはね日本でも2つの系列国際的にも2つの系列があって、1つは文徒系あるいはローダルクセンブルク系ですよね。文徒というのは共産主義者同盟、あともう一つはアントニオ・グラムシ系あるいは当時構造改革家系と言われているものが、まあ、2つあった。で文徒というのは都市革命つまり資本主義を加速して格差がもっともっと広がればいいっていうの方向にスロットルを踏めっていうのが文徒なんですよ。でもう片方が人はさっきの感染あるいはこの人みたいになりたいとかっていうね非合理な情動がないと力が湧かない、なので革命的な主体形成においては芸能や芸術つまり表現が重要なんだって考えるんです。
で僕はどちらかというとグラムシの影響を、まあ、高校時代に激しく受けていて、でなのでドキュメンタリーや映画を作る人になろうと思ったね。そういう、まあ、表現を通じた世直しをしようと。そういうドキュメンタリー作ろうと思った時に東大の文学部とか、そう、そっちに、それは今と違う。で映画もドキュメンタリーも、はい、もう東大か早稲田二択しかないんですよ、うん、他はいないも当然で、社会学系はやっぱりそういうドキュメンタリストを出してるってことと、で社会を知ることができるのかなと思って社会学行ったんだけど、まあそれがとんでもない大間違いだったね、うん、社会を勉強する場所、あるいは社会学の大学院とか入ったらさ、こいつらは将来社会学者になるのかみたいな、うん、どこを見ても社会を全く分かってない。あ、そう、さっきの流れをずっと聞いてて、うん、すごい興味深いなと思ったのは、うん、どうやって早稲田入ったんですか、どうやって東大入ったんですか、どうやって女性付き合ったんですかっていう話になるんだけど、うん、そんなのは目的じゃなくて、うん、今の話の中でも別にこう自然と麻布入って麻布でこういうことしたんだよだし、東大入ってこういうことしたんだよって時に、なんで僕らはこう東大入れたのっていう質問なるほど、分かった。そこをちょっと焦点を合わせると、うん、ねだね、別にあれじゃないですか、大したハードルでもなんでもないじゃないですか、東大入るなんて。まあいつもね、こんなもんでつまずくんですけど、高3の時つまずいて、秋以降勉強する気全くなくなって、でさてそこで浪人して駿台高等予備校に入るんですけど、うん、やっぱ僕は革命科学の目的だったので、駿台って当時は13時ぐらいまでかな授業があった、うん、でその後家では4時間以上は絶対に勉強しないって決めてて、うん、で中森明夫とね同じ場所に通ってたんでね、それはね文芸地下劇場っていう木袋にある映画館で日の当たらない映画祭っていうのをずっとやっててね、はい、でオールナイトで見ると4本か5本見れるでしょ、はい、で毎週オールナイトで見るとそれで大体20本見れるよね、うん、でその年間200本見れるでしょ、年間200本絶対映画にも見るもう決めてるんですね。それはなぜかっていうと、僕は学園闘争のその何ていうの意味が分かんない、なんで学園闘争やってるのかって全然分かんなくて、でもある先輩から若松浩二の映画を見ろよって言われて、あのピンク映画の巨匠である若松浩二、ピンク映画の巨匠なんですか。そうです、若松浩二はピンク映画です、全て全ほぼ全ての作品が、だけど彼は赤軍派の審判で、実際日本赤軍のスポークスマンであった足立正雄が大半のシナリオを書いてるっていうこともあって、あの学園闘争がモチーフの作品が多いんです、うん、しかもその学園闘争に対して肯定的じゃないんだよね、学園闘争に関わる生き方がどういう意味で間違っているのか正しいのかみたいなことを考えさせる作品ですよね。でそういうのとか大島渚の作品とかを見て、あの本当に目から鱗が落ちるようにやっぱ分かった、学園闘争って何やってるのか分かった、ピンク映画とかを見てるのも含めて学園闘争何やってるか分かった、そうですっていう話じゃない、あのね僕中2からピンク映画通ってるんですけど、そのために一生懸命ひげ生やしたり長髪にしたりして、なんとかそのもぎりのチェックを受けないようにしたんだけど、まあ後でいろんな人に写真を見せて、これが中2の俺、どう見ても中2だよお前、これ誰どう見ても中2だからもぎりにはバレバレだったんでしょうけど入れた。でまあいいやと、とりあえずそうやって映画で覚醒したってことがあるんで、映画で人は覚醒する、ドキュメンタリーで人は覚醒するっていうふうにやっぱ覚醒したってことがあって、例えば僕1993年からコロナ前までずっとエロ本で連載をしてました。そのかなりギロギロの、ちょっと話を戻します。結局ね、かなり僕まず子供っぽいです。革命に何が有効か、コンテンツが有効だなと、だったらコンテンツをいっぱい見なきゃいけない、勉強しなきゃいけない、そのためには勉強時間を削らなきゃいけないからって言って、ものすごい勉強時間を短縮する方法を編み出したんですよ、はい、後から考えると ADHD だからっていうのがらしいんだけど、7科目からやるとないっていうのは、だから8、7、5、16でタイマーを置いといて、1科目8分で56分で1巡する、で4分休んでまたっていうのをやるって決めたんですよ。でね、参考書は全て捨てたんです。参考書は全て捨てて、全て問題集だけして、でそれも、まあ、いい先生に出会ったことがある。中2の時に鈴木先生ってですね、ものすごい幾何学が教えるのが上手な先生がいて、うん、君たち数学は暗記物だ、で幾何学なんてくだらない、もうアルキメデスまでに全ての初等幾何学という分野の定理はもう発見されている、というかそれ以上の定理はない、2000ぐらい定理があると。2000の定理なんて覚えるの簡単さ、覚えるんだよ全て。でそこから先はその先生から教わった方法
問題を読む。10秒考えて分かんなかったらすぐに答えを見て、答えをブロック化して記憶する。で、忘却曲線を考えて翌日に電車の中でいて、これはこうやってこうやってこうやっておくんだ、でまた1週間後にまたこうやってこうやっておくんだっていうふうにやるだけで、皆さん数学の成績爆上がりします。だから本を読むときもさ、みんな本読んでるのにさ、実際こうディスカッションのとき使えないじゃん、覚えてないからなんだよ。で、パッセージを覚えるっていうのはあまり使えないんですよね。たまにデートの時にさ、僕がさ、ちょっとゲーテを引用するけどみたいな、クン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 クズじゃん、そんなの。そうじゃない。だからそれもやり方は、本を読んだらまず3分で要約する、1分で要約する、30秒で要約する、まあ、10秒って難しいけど15秒で要約をするっていう風に、4つぐらいの尺で要約をするっていう風にすると、まず刻まれます、頭に。でも不思議だなと思ったのは、社会学でもそうだし、まあ、いわゆる学者たちもそうだけど、何々は読んでますっていうのに、じゃあどういう主張についてどういうふうに思いますか、だかみたいな聞くと、ほとんど覚えていない。だからその人やってる感で無駄なんですよね。勉強時間何時間とかって大体やってる感ってほとんど人無駄じゃんね。だから本なんてどんなに試してても死んだら終わりじゃん。だから僕は本はどんどん捨てるか売っ払うか人にあげるか、ほとんどないです。宮台さんその性愛の話をさっきされてるじゃないですか、そこはやっぱりね、天才だなと思うところなんですけど、ちょうど去年ですよ。やってわからない君のそばにたい、それだけなのに I'm really fuck you この街の空に I'm really つませこんな時代のそば